みだらし団子みだらし団子店みだらし団子は岐阜県飛騨地方で食される団子。串団子、醤油団子の一種である。名称に団子をつけずに単にみだらしとも言う。地元では菓子というより軽い食事のように食されることが多い。同様の団子は岐阜県南部や愛知県名古屋周辺でも見受けられみたらしと呼ばれることもある。団子は 本来菓子としてではなく、保存食の一種として作られており、廃藩置県前の国や藩が、甘みをもつずんだ餅、くず餅などバリエーションに、富んだ団子を作る中、当時の製法の団子が現在にまで残ったものである。共に食べられる地域が限定されているのも、全国販売という保存性に向かないため、食文化として広まりづらく、現地に行って製造したものを食べる以外の方法が困難だからである。 愛知県では1970年代には名鉄名古屋駅のプラットホームでみたらしの名前で醤油味の焼いた串団子が販売されていた。また大須には現在も同様のみたらしがある。名古屋には他にもみたらしの店があるが甘みのあるみたらし団子とは味が異なり名古屋のみたらしという認識を持っている。みたらし団子やごま団子のように団子がコーティングされておらず、 一日で、団子が乾いてしまうほか、解凍と同時に、団子が溶けてしまう。新すずめ本店ヤフーグルメ。ありがとうございます。